この動画には、ゆっくり音声、日本の過去の歴史、制作者個人の主観、シュークリームへの憧れ、三元パイへの絶対的な信頼、などが含まれます。どれか一つでも苦手なもののある人は、視聴はおやめください。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画では業績の割に、前置きなんかどうでもいいぜ。今日紹介するのはこの男、桂太郎なんだぜ。教科書では、敬遠時代、って名前が出るくらいかしら。何をした人かって聞かれると特に思い浮かぶことがないわね。それが大方の意見だろうが、私はこの男こそ、日本憲政史上最高に有能な総理大臣だったと断言するぜ。大した知名度もない人が、最高に有能なんて言い過ぎじゃない？だから取り上げてんだろうか。そんなわけで桂太郎の生涯を語っていくぜ。行ってみよう。アメリカのペリーが浦和にやってくる5年前、弘化4年に桂太郎は、長門国阿部郡萩町に、父、桂与一右衛門と、母、清子との間に、嫡男として誕生したんだぜ。父名前長すぎね。長すぎて二人分くらいになっちゃってるわね。桂家は長州藩、馬回り約125石の城主、つまり長州藩では、上級武士の家柄なんだぜ。それを聞くと父の名前の長さも、スルッと納得がいくわね。主君である毛利家とは、鎌倉幕府の頃まで遡れば、万所別当、大江広元と同じ祖先としているんだぜ。万所別当って、ご先祖様は鎌倉幕府の超お偉いさんじゃないの。また、母清子の弟、つまり太郎の叔父の中谷章介は、かの吉田松陰の親友であり、一番弟子を辞任していて、松陰が安政の大獄で命を落とした後は、残された松下村塾を運営したんだぜ。松陰が亡くなったからといって、松下村塾まで亡くなったわけじゃないのね。太郎はそんな叔父、章介から武士としての心構えを教えられた。だから太郎も間接的にではあるが、松陰の影響を受けたと言えるんだぜ。松陰の没年は安政6年だから、太郎が11歳の時に亡くなったのね。こんな環境で幼年期を過ごし、幕末の動乱真っ只中で青年期を迎えるぜ。その動乱の中心にいるのが太郎の長州藩だものね。ファイト、一発。長州藩と同じくらい暴走してるわね。いや、長州藩の暴走と混乱は、こんなもんじゃないぜ。文久3年の5月、長州藩は馬関海峡を封鎖し、米、仏、蘭の艦船に対して、無通告で砲撃を加えたんだぜ。日本の代表政府である幕府と、開国に関する条約を締結したのに、地方政府である長州藩から突然砲撃されて、米、仏、蘭の乗船者たちも、さぞ驚いたでしょうね。翌6月に米、仏海軍による報復攻撃で、長州藩が所有した軍艦の2隻は撃沈、1隻が大破し、沿岸に設置した砲台も破壊され、長州海軍は壊滅したんだぜ。大変なことになったわね。この危機に対し戦力を増強するために、高杉晋作は武士以外の志願者を募って、あの有名な、騎兵隊、を組織するんだぜ。この影響で長州では、武士以外のもので構成された部隊がたくさん誕生するのよね。遊撃隊、見立て隊、南縁隊、力士隊等々、これらを、諸隊、と呼んだんだぜ。武士階級以外のものが部隊の中核を担うといった動きを見ていた太郎は、本来戦うべき武士が何もしないのは恥だと、武士のみで構成する部隊、大組隊、の発足に関わっているんだぜ。若さと誇りがみなぎってるわね。こんな感じで軍事力を増強した長州藩は、破壊された沿岸部の砲台を修復、さらには下関の対岸、小倉藩領の沿岸部を占領、こちらにも砲台を設置して、馬関海峡封鎖を継続したんだぜ。よその藩の庭先に勝手に砲台設置って、やってることがもうめっちゃめちゃね。年が明けて元治元年8月、馬関海峡の封鎖を継続し、各国に対し、敵意むき出しをやめない長州藩に対して、米、英、仏、蘭の4カ国連合艦隊が長州藩を攻撃したんだぜ。下関戦争ね。ってことは大組隊を立ち上げた太郎も、この4カ国を相手にいよいよ偉人ね。いや、この時の太郎は大組隊を離れて、毛利家の若様、毛利元就のお小姓役となっていたから、戦闘には参加していないんだぜ。お小姓役ってことは、今で言う秘書、それも信頼厚いやつって感じね。そういうわけで太郎の初陣はもう少し後だ。さらに長州藩は安定の暴走ぶりを発揮し、米、英、仏、蘭と戦いながら、幕府による長州征伐まで受けることになるんだぜ。この外国船砲撃を止めに来た、幕府の使者を抜っ殺すわ。その使者が乗ってきた船、長陽丸、を脱出するわ。薩摩藩の陰謀で、長州派の公家が失脚した、8月18日の政変、と、御所放火を計画した藩士が、新選組に斬られた、池田屋事件、の報復のため、諸隊や正規軍が京都に進撃、会津藩や薩摩藩と戦闘になり、京都の2万、7000世帯が消失した、禁門の変、を引き起こしたり、そんなやりたい放題の長州藩を懲らしめるために、幕府が諸藩に動員をかけたのが2回に及ぶ長州征伐なのよね。これ全部米、英、仏、
屈、乱と、争ってる時期にやってるからな。全世界に喧嘩売ってるようなものね。第一次長州征伐で、幕府や諸藩の軍に国境を包囲された長州藩は、幕府に降伏を主張する人たち、恭順派、が権力を握って、幕府への恭順に反対する人たちを、切腹や斬首に追い込み、一旦は幕府に降伏を申し出たんだけど、高杉晋作が恭順派の連中を排除して、再び幕府との対決姿勢を見せたため、第二次長州征伐になったのよね。この時の高杉晋作は、長州藩の正規軍3000人を握る恭順派に、たった84人で反旗を翻したんだぜ。鉱山寺決起ね。誰が見ても高杉に勝ち目はなかったが、強大な恭順派を相手に、時には巧みに戦い、時には巧みな説得工作で切り崩し、ついには恭順派を一掃し、幕府への恭順姿勢を取っていた、長州藩の体制を、再び幕府との対決へと、ひっくり返してしまったんだぜ。84対3000で追っ始めて勝っちゃうなんて、この奇跡とも言える勝利がなければ、明治維新はなかったんじゃないかと私は思っているぜ。まさに英雄の中の英雄ね。話を桂太郎に戻すぜ。慶応2年の第二次長州征伐で、ついに長州藩と幕府の間で戦闘が勃発。幕府は大島口、芸州口、関州口、小倉口の4方面から軍を進めたんだぜ。だから長州ではこの戦争を、司教戦争、と呼ぶのよね。太郎はこの司教戦争で、軍略の天才、村田蔵六の指揮のもと、関州口へ出陣し、幕府軍と戦ったんだぜ。これが桂太郎19歳の初陣なんだぜ。村田蔵六って後の大村益次郎のことよね。太郎はこの関州口の戦いで、村田の作戦指揮の見事さを目の当たりにし、この軍事的天才に心酔するんだぜ。800名前後の兵力で、数万の幕府軍と対峙し、戦線を大きく押し返し、幕府側の浜田藩浜田城まで抑えてしまったんだものね。第二次長州征伐の結果は、大島口と芸州口は膠着状態で、初戦以外動きはほとんどなく、関州口では幕府の戦線は大きく後退し、浜田城まで抑えた長州藩の勝利。高杉晋作が指揮した小倉口でも、馬関海峡を突破し、小倉城を消失させた長州軍の勝利だぜ。動員兵力は、幕府軍は10万人、長州藩は、正規軍と所帯合わせて5000足らず。これだけの兵力差があって攻め込んだにもかかわらず、大島口、芸州口では突破することができず、関州口、小倉口では逆に攻め返されちゃって、これはもう幕府の完敗ね。実際この敗北が後の幕府滅亡を、決定づけたとも言われているんだぜ。そして時代は倒幕へと傾いていくんだぜ。賭博市民の戦いから始まる戊辰戦争ね。戊辰戦争で、太郎は第4大隊2番隊の司令として、海路仙台へ入り、東北地方を転戦、幕府側についた久保田藩を寝返らせるなどして、秋田戦争を戦ったんだぜ。維新以後に出てきた人ってイメージだったけど、若い時にも視線をくぐり抜けてたのね。確かに維新の時に第一線で活躍した人たちの、次の世代ってイメージはあるかもな。明治維新の成立後、太郎は身の振り方を大村益次郎に相談した。すると大村は太郎に対して、と答えたんだぜ。260年続いた鎖国は平和な時代でもあったからね。軍事的な技術はもちろん、思想的な面でも、欧州に大きく遅れを取っていたからね。心酔する大村に言われた通り、まずは横浜で1年間、外国語を学び、明治3年、自費で欧州に出発。当初フランスに留学を予定していたが、途中ドイツに変更したんだぜ。維新前、西洋の軍政、というと皆フランス式だったけど、普通戦争でフランスがドイツに敗北したため変更したのよね。欧州で太郎が目にしたのは、軍事分野で絶賛躍進中の、ドイツ参謀本部方式と徴兵制だったんだぜ。しかし3年後の明治6年、費用がなくなり留学を打ち切り帰国するんだぜ。そういえば自費留学だったわね。今とは違って欧州まで数ヶ月かけて船で行く時代だものね。いくら名門の出でも金銭的に厳しかったでしょうね。帰国した太郎は長州出身者の親分、木戸孝義の推薦で、陸軍大尉に任官。同じ長州出身者で陸軍のトップだった山形有朋と対面した時、徴兵制について問われると、欧州での見聞もあり、太郎は当然賛成したぜ。これが徴兵制を推し進めていた、山形を喜ばせたんだぜ。徴兵制の施行は、士族の反発を恐れて、政府内でも反対意見が強かったのよね。事実大村益次郎も徴兵制に反対する士族に暗殺されちゃったし、そんな中で徴兵に賛成する太郎を、山形は味方って認識したんでしょうね。そして明治8年、3月、中独日本公使館付き武官に赴任、再びドイツで学ぶ機会を得たんだぜ。今度は仕事での赴任だから、お金を気にせず勉強できるね。再度ドイツの軍政を、見聞、研究し、作戦に関してもモルト家から直接手ほどき受けたりと、ドイツで得た知識を引っ下げて、明治11年に帰国、陸軍に参謀本部の設置が決まり、太郎がそれを行うことになったんだぜ。太郎の考えでは、参謀本部は陸軍省の一部局として設置を予定してたのだけど、
上層部に押し切られて、陸軍省から独立した形での設置になったのよね。このコロスデに陸軍は、長州出身者の影響力が強く、陸軍省の元に参謀本部を置けば、当然長州出身者の影響下だけど、陸軍省から外せば、長州の影響の及ばない陸軍の役職が作れるという、派閥争いを元にした考えで、この形になった説があるんだぜ。陸の長州、海の薩摩、ね。こうして同年12月、参謀本部の設置が完了すると、太郎は参謀本部、管制局局長に就任、西日本、朝鮮、清国の統帥を管轄、将来予想される清国との戦争を睨み、天津、北京周辺を極秘裏に旅行し、現地の地理や民情を調査してるんだぜ。その後も情報将校を大陸に派遣し、インテリジェンスに注力し続け、日清戦争時、資金上には50人以上の日本人スパイがいる、と言わせてるわね。まさに明治陸軍インテリジェンスの先駆けね。明治15年に、朝鮮半島で神武軍乱が発生すると、これに介入した、清国との対立が鮮明化し、さらなる軍の近代化の確立が必要と感じた日本は、明治17年に大山巌を団長とする、軍事視察団を欧州に派遣、太郎も団員に選ばれ、欧州に向かう戦中で、同室となった川上総六と意気投合するんだぜ。作戦の神様、ね、薩摩出身なのに派閥にこだわらず、優秀な人を登用して軍の近代化に大きく貢献した人なのよね。翌明治18年に欧州視察より帰国すると、陸軍少将に昇進し、陸軍省軍務局長に就任。翌明治19年に陸軍次官に上り、軍のさらなる組織改革を行ったんだぜ。完全に軍政バタの人になったわね。そうだ、参謀本部は軍の統帥、つまり作戦立案を担当し、陸軍省は軍政、人事や予算に、制度や装備を担当するんだぜ。陸軍大臣は政府の一員だものね。明治22年2月、大日本帝国憲法が公布され、翌明治23年11月、第1回帝国議会が開会される。議会には多数の自由民権運動家が当選してやってくるんだが、彼らの主張は、税金減らせ、戦争に勝て、とめちゃくちゃな要求を政府に突きつけてくる。そんなことできれば何の苦労もないわね。しかし彼らが衆議院の予算審議権、で国の予算を握っている以上、なんとか納得してもらわなくては、政府も軍も何もできない。予算と無縁の組織なんて存在しないものね。軍政バタにいる太郎は、自然議会に関わることになり、山形内閣で議会対策を担当させられるんだぜ。軍人といっても戦うだけが仕事じゃないのね。しかしこの議会対策で政界の歩き方を体で覚える機会になったのは間違いないぜ。政治家としての第一歩なわけね。でも変ね、授業では、大日本帝国憲法では衆議院はお飾り、って感じで習ったような気がするね。それは戦前を、すべてが悪、とする見方だろうぜ。予算、とは国家にとってすべての土台になるものだぜ。その、予算、の決定権を持つ衆議院がお飾りのわけがないぜ。言われてみればその通りよね。少し話が逸れたがそろそろ時間なんだぜ。また続きの動画でお会いしましょうだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。